コぶしファクトリーは、ハロー。プロジェクトに所属していた女性アイドルグループである。活動時の所属事務所は、アップフロントプロモーション。第57回日本レコード大賞。最優秀新人賞を受賞。2020年3月30日をもって解散した。2015年1月2日、ハロー。 プロジェクト所属のハロプロ研修生内で結成されたユニットとして同年2月25日にユニット名が発表された。ユニット名の由来は春の訪れを告げるように他の木々に先駆けて白い花を小ずれいっぱいに咲かせる日本原産の花、拳のように優美でありながら拳という名前の由来でもあるに象徴される力強さを兼ね備えたグループになってほしいとされている。 の、村、南、和田、桜子、小川、玲奈田内、夏美。最高位は、オリコン週間ランキングに順ずる。コラボレーションライブコンサートイベント舞台映画 PV。中コラボレーション単独ライブコンサート2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2020年合同ライブコンサート2015年、2016年、2017年、2018年、ハロー。プロジェクトコンサートハロー。 プロジェクトの作品、出演一覧ハロー、プロジェクトコンサートを参照。拳ファクトリーはこのうち2015年1月2月に行われた、ハロー、プロジェクト2015、ウィンター、ダンスモード、ハッピーエモーション、から、2020年1月2月に行われた、ハロー、プロジェクト20、ウィンター、ハロー、プロジェクトイズ、カラーサイド A& サイド B までのコンサートに参加している。 コンサート帯同2015年2016年2017年2018年2019年ライブイベント音楽フェス2015年2016年2017年2018年2019年2020年バラエティ音楽特番ウェブテレビウェブドラマその他のテレビ番組単行本雑誌連載写真集ありがとうございます